道連れだ。ここで燃え尽きてしまえ。クソ、やばいぞ。なんだこの音は。おーい、この声はトリュフォー。間に合ったか。どうやってここへ来たか。ブラミーだ。あいついきなりでっかくなって、しかも空を飛べるようになったんだ。慌てて抑えようとしたら、俺を乗せたままお前たちのところにってわけさ。でかいけどまだ子供、親が恋しかったんだろ。お前らのことを親と思ってるらしい。これをやるよ。風の太鼓だ。お前たちがいない間、ずっとこれであやしてたんだ。太鼓を鳴らせばすぐにフラミーが飛んでくるぜ。まあ見てな。さ、脱出するぜ。ああ悪いけど、俺をマタンゴ王国まで送ってくれや。南西の方だからな。